ピザピザピザ朝です。ピザピザピザ朝です。朝です。おはようございます。ちょっといつまで寝てるんですか？何時？もう7時ですよ。家出る時間ですよ。今日はですね、Pさんの一日を突然密着していこうのコーナー。まあまあでもなんとか間に合いそうです。間に合った。服だけね、明日着る服着て寝て前ちょっと寝てたっけ。はい、電車ギリギリ間に合いました。よかったです。で、電車降りたらね、みんな大好きなある方が迎えに来てくれるんで。ポテリングいますから。そう、ポテリング近いな。ちょっと迎えに来てもらったんですけど、なんとですね、はい、今日試合が中止。まあ、グランドフローですね。そう、電車乗ってすぐに来ましたからね。はい、ということで P さん、今からディオの代表に、そうです、ディオの代表が試合してるんで、別で試合してるんですよ。の釣りに行きたいと思います。行きます。ぶっちゃけ何もすることがなかった。何もないんで、とりあえず、まあ、とつった時の様子をね、まあ、代表の顔をさ、ちょっと、そうですね、足元だけ映して、やってみたいと思います。はい、ということで、グラウンドに来たんで、で、代表がいることもほぼ確認しましたので、怖い、ちょっとトイレ行きましょう。悲しいです。オッチョさんはどうですか？どういう反応すると思いますか？どういう反応？ええって言うんだ。確かに。えって言う？代表どこにいるんだろう？いましたね。いましたね。見つけるじゃん。ちょっとどうします？あれ？何してるんですか？的な感じで行くか。そうです。あ、それもピザにやってもらいましょう。あれ？あれ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 おかしいな。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 おかしいですね。いや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 。切っちゃいましたね。これ、クレイジー P チャンネルです。はじめまして、代表です。大丈夫。やばいっすね。代わりに出てほしいぐらい。マジで暇で来ちゃいました。あの、試合がなくなってしまったんで、電車に乗った瞬間に試合中止が伝えられました。じゃあ、チェンジ。あ、チェンジ。じゃあ出ましょう。ポーさん、この間、ありがとうございました。ありがとうございました。応援しております。頑張ってください。まあ、代表にバレる前に。チームメイトにバレる。バレちゃいました。悲しいです。さすがにこの体格2人だったらバレるでしょ。たった今、全部のチャンネル合わせて、月4本。4本撮りましたかね。4本撮りました。9本チャンネル、自分のチャンネル、ピザのチャンネル2本の、リオさんのチャンネル1本。お疲れ様です。充実してます。まあ、ここからちょっと何かお昼なの食べたりとか、いろいろちょっと時間潰してからライターに、ライターに行こうと思う、向かいましょう、はい、ということで、また途中何かありましたら、今日は1日暇なんで。2本どれくらい？私3本いくらです。2本ネギトロ丼です。いえ、3本いくらです。たまには違うの。ここまで来てネギトロ。でも、ユーポンって言ったらやっぱネギトロ丼なんで、ネギトロ丼にしましょう。いえいえ。ここまで。たまには3本食べさせて。これうまそうやな。お、ほんとだ。豪華ですね。大島屋海鮮丼。大島屋海鮮丼。豪華ですね。じゃあ俺これにしようかな。オッチョは、まず、スープでカレーと飲みますから。スープとしてカレーを食べますか？カツカレー。スープとしてカツカレー。飲み物ですか？はい。みんなそんな感じで、おのおの好きな感じで注文して食べていきます。ちょっと車でお昼寝してましたが、あれ寝てたな。めちゃめちゃ長いこと寝てました。めっちゃ寝てた。そんなこったにはオッチョさんの運転のおかげで水戸東京に到着しました。ということで、今からちょっと中入って、まあ中映せないと思うんで、中見ていきましょう。はい、ということで P さん、もう手に持ってるじゃないですか。え、何を買ったんですか P さん。これね、もう仕方なくなんですけど、いやサンダルだけ。いや、待って、いや、チロッと見えたぞ。水のプロって入ってんじゃん。やば、サンダルだけ買いました。動くのにサンダルが必要になっちゃって。なるほど。ということでね、もう行きたいところ行って、俺のルーティンっていうか、俺の一日めっちゃ動き回ってるってことが分かったと思うんで、じゃあ最後はライター行きますか。お疲れ様です。また撮ってんの？まだ撮ってます。それはそうですよ。一日密着ですよ。忘れてますか？もしかして。忘れてた。忘れてた。疲れすぎた。ということで、今ね、試合が終わりまして、どうでしたか、結果は。
キー君にめっちゃいじめられた。悲しいです。自分も打席でクソやった。悲しいです。ピーさん、まず関東来る前から何時間睡眠ですか、3日で。2時間。それが原因です。それが原因です。それが原因です。ダメです。ちゃんと今日は寝ましょう。今日はちょっと、ね、今ご飯に来てますけど、軽く食ってぐっすり寝ましょう。そうしましょう。そうですね。はい、ちょっとサクッと食って。そう。でもね、サウナに入った気分で結構今気持ちいい。整ってる。整ってる。じゃあちょっとこの後ご飯食べて帰りましょう。帰りましょう。多分5キロぐらい痩せたんで、5キロも取り戻しましょう。やばいです。やばい。あ、とりあえずね、明日が本番なんで。そうですね。ショーヘイズここに来た目的ですから、まず最初のとりあえずの目的がショーヘイズに出ることで来たんで、まあ、明日にね、正義を養って寝ます。また夜も家に帰ったら撮ります。あ、マジか。考察します。本当わかった。完全オフモードのピーさん突撃です。何ちょっと勝手にゴロゴロされてるんですか。もっと寝るだけでしょ。いやいや、まだですよ。まだこの1日未着閉めてないじゃないですか。今日の振り返りプラスこういう感じの生活送ってますみたいなのをやってもらわないと困るんですよ。はいはい。今日は朝起きてですね、まず朝起きて寝坊しましたね。ということで、でその後試合に向かい、えピザン今日はキャッチャーとして、いやその後あれあっこ行ったやん。ベースマン行きましたね。ベースマン行った。ベースマン、まあ、特に何もしなかったですけど、4番キャッチャー。まさかの4番キャッチャーでしたね。そして初回、そこで寝てます。ヒロトさん。はい、ヒロトさんがですね、請求難、乱調しまくってですね、P さん、くったくたになりました。俺の中で大体1イニング15球から20球ぐらいピッチャーに投げさせて、まあ暑いから夏場やから3イニングぐらい、まあキャッチャー行って、まあ次のキャッチャーバッテリー交代でっていうのを、ね、まさかのまさかの大乱調。で、打撃結果は打撃結果は4の0か。悲しいです。3の0か。3の0ですね。ハードゴロ、ショートゴロ、ショートゴロ。悲しいです。途中ナックルボール現れましたからね。その中で私はツーベース打ちましたから。そう、UFO。マジでかいよ。マジマジ。行ってきて UFO を見てきた中でね、一番の当たり。なんだなら、UFO 史上最強の当たりでした。UFO 史上最強。あれ、フェンス、昇番ぐらいで湾曲したもん、ね。そう、湾曲しました。マジ、イオのバスト。いいねっていう感じですね。はい、ということで、明日のショーヘイズは打ちましょう。打ちましょう。もう寝るよ。寝た。もうえって。